しゆきちゃん、僕を見て。しゆきちゃん、僕は君が好きだよ。君といると何にも縛られなくていい。自由な自分でいられる。だからもう何と言われようと君を離さない。ねえ、君の気持ちを教えて。よかった。君が僕と同じ気持ちでいてくれて。愛してるよ。何がそうに決まってるの？うん、今度はぜひ君の部屋で一晩を過ごしたいけど、残念、今日は僕の部屋。君泊まったんだね。ああ、そっか、鍵か。はい、鍵。違うよ、それはスペアキー。婚約者なら合鍵くらい持ってるでしょ。そうして。にしても、初めて一緒に朝を迎えちゃったね、僕の部屋で。わざと言ってみたのに、甘い雰囲気の方が喜んでもらえるかと思って。そう？ま、そう言うならそうする。必要以上に喋らない。本当は誰とも喋りたくないんだ、疲れるから。いい、
そこまでお腹空いてない。いいよ。その時はまた君に助けてもらう。面倒。牛乳とバナナ。料理しない。ああ、待って。明日なんだけど、お願いがあって。うん、そうじゃなくて、僕が頼みたいのはこれ。なんだけど、僕は明日早朝から収録で多分無理なんだ。うん、仕事の合間に頼める？そういうのはしたくないんだ。でも仕事でどうしても行けなくて、瀬名さんに譲った。うん、たまたま会って話したら興味ありそうだったから。チケットは2枚ね。友達とじゃなくて婚約者と行く。君以外にいないでしょ。二人で一緒に行ける日は？じゃあその日によろしく。はい、これチケット代。
そろそろ映画のキャストの連絡が来る頃で、脚本も出来上がってくるだろうし、そしたらお互い忙しくなるだろうから、その前にね。僕の場合は受かってればの話だけど。花丸あげる。楽しみにしてる。西島くんに頼まれたっていう舞台ですね。君の楽しそうな顔が見られて安心しました。初めはあまり付き人に乗り気じゃなかったようなので。きっと君だからこそ距離を縮められたんですよ。君の人間性は私が自信を持って保証します。ですが最近は冷えますから、無理はせず体調には気をつけてくださいね。君も彼も。好き嫌いって付き人として料理まで？なんだか本格的だね。なるほど。ま、最近の若い人は食事をおろそかにしてしまう人も多いようですから、よく見ててあげてください。私も人のことは言えないけれど。Thank you.
ああ、今日はこのくらいにしてそろそろ帰ろうかと。もうこんな時間ですから、上田さんも上がってください。今日は助かりました。あ、うん、お願いします。ありがとう。あ、かわいいコミッケ。久しぶりだね、ちゆきちゃん。いやー、今日はもう仕事が終わってさ、いつもならマンションまでタクシー乗っちゃうんだけどさ、ちょっと寄るところがあったんで、そこでタクシーとバイバイしたわけ。んで、たまにはいいかなと思って歩きで帰宅中。そしたら、見たことのある可愛い子ちゃんが大荷物持って歩いてるんだもん。びっくりしちゃったよ。ねえ、なんでここで買い物してるの？君んちこの辺なの？確か一人暮らしだったよね。なのにこんなにたくさん？ねえ、だったらさ、今から俺の家来ない？言ったでしょ？今日はもう仕事がないんだ。どっか夕飯食べに行こうと思ってたけど、君の手料理食べてみたいし。俺の家もすぐそこだよ。キッチンも割と綺麗だしさ。ほら、そっちの荷物も貸して。なら夕飯はいいからお茶でも。今日はしないですよね、上田さん。遅いから心配して見に来たんだよ。それで瀬名さんがどうしてここに？たまたま会ったから声かけただけですよ。てか、二人、もしかして会う約束してた感じ？そうですよ。ね、上田さん。はあはあ。
なるほどね。ってことは、このたくさんの材料を使った手料理を振る舞われる相手は西島さんだったわけだ。付き人ん？なら最初からそう言ってくれてもよかったんじゃない？あんまり追求しないであげてください、瀬名さん。どうして彼女が瀬名さんに僕の家に行くのを知られたくなかったのか。そんなの決まってるでしょ。彼女は誤解されたくなかったんです、瀬名さんに。とどうでもいい相手なら彼女も正直に答えてたと思います。でも相手は瀬名さんだった。この意味わかりますよね。え？なんだそういうこと？千雪ちゃんが俺に。ねえ、いつもの塩対応は愛の裏返し？まあそういうわけなんで、今日のところは解放してあげてください。仕事中なんで。まあ離れるのは惜しいけど仕事ならしょうがないか。んじゃ、はい、これ。それじゃあちゆきちゃん、また今度ね。仕事じゃない時にデートしよう。俺からリングするからさ。あ、今の返事聞き逃さなかったよ。じゃ、今日はこれで。バイバイ。でも恋愛の練習ができるんだし、君にとってはいいことかも。でも数はこなした方がいいんじゃない？うん、でしょ。いや、何でもないよ。僕としても婚約者の君が経験値を上げてくれるのは助かると思って。うん、応援してる。そうなの？かもね。うん、普段この辺歩かないし、タクシー使っちゃうから。にしてもすごい量の荷物だけど、これ何？こんなにたくさん。
いや、どっちにしろすぐバレてたと思う。主戦度の君がこんなに買い込むなんて特売以外考えられないから。ああ、想像するだけで面白い。特売を見つけた時の君、きっと目をくわっと見開いて突進してったんでしょ。うん、他にも。それは別にいいけど、それより今日は何作るの？ない。任せる。ねえ、手止まってるよ。どうしたの？え？ねえ、もうその辺でいいんじゃない？ふうふうで終わり？そこまでしたら食べさせてくれるんじゃないの？うん、いただきます。うん、おいしい。いつもおいしいけど、今日は特別。
そうだな。うん、君が可愛いからかな。僕が面倒くさがりだからってこんなに一生懸命になっちゃって、ほんと見てて飽きない。僕に食べてもらえないと悲しいの？僕に食べてほしくて作ったから？そっか。なら、残さず全部食べないと。箸、止まってるよ。してないよ。君の前でそんなのする必要ないし。ねえ、ちゆきちゃん。早くしてってば。次、人参ね。ごちそうさま。なんか体がポカポカする。彼、なんて？で、どうするの？行くの？行ったらいいよ。さっき言ったでしょ、経験値詰めるって。実際君の勉強にもなるんじゃない？イケメンモデルと秘密の遊園地デート、シチュエーションとしてはバッチリだと思うけど。なんで？君が良かったらいいんじゃない？本当に行くんだ。
なんでもない。ちょっと眠い。ああ、うん。無事取れたんだよね。ありがとう。初めてって、今まで舞台のチケット取ったことないの？どうして？脚本家志望なら勉強のためには必要でしょ？君ってよっぽどお金が好きなんだね。どういう意味も何もそのままだよ。君は夢を叶えたいって言ってるくせにお金のことばかり気にしてる。必要だと思えば、つまり今回の舞台も婚約指輪も君にとってお金をかける必要のないものってこと。違うよ。婚約者同士ならまともなデートもしておくべきだって思っただけ。もういいよ、無理しなくて。ごめん、付き合わせちゃったね。君は遊園地を楽しんで。発見したらチケットは渡して。君は来なくていい。
西島さん、次の撮影もよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。こちらこそお疲れ様です。ありがとう。ありがとう。ジークちゃん。ああ、西島くん、ちょうどよかった。これからみんなを連れて食事に行くんだよ。よければ君も行こう。付き人くんも一緒に。すぐ出発するから門のところで待っててくれ。いやー、楽しみだな。君はもう行って。今日は約束の日でしょう、瀬名さんとの。うん、監督にはちゃんと僕から言っておくから。いいね、セナ君。次はカメラを睨みつける感じで。ごめん、待たしちゃった。マジごめんね。本当はもう終わってるはずだったんだけどさ。勉強って相変わらず真面目だね。将来はカメラマンか編集者かな。あ、それともモデルやっちゃう。まだちょっと早いから少し何か食べに行かない？じゃあ着替えとか片付けあるからもうちょっとだけ待っててね。ここ飯もうまいから好きなもの頼んでよ。どうしたの？もしかして緊張してる？
かわいい。ここは会員制で変な客は入ってこないから安心してよ。別に無理してお酒を飲まなくても全然平気だし。うん、ここなら変なのに絡まれなくて済むから、ちょっと食事したいっていう有名人が本当に食事だけして帰ったりするよ。それもあってバーだけど昼からやってるんだよね。また勉強。でもさ、西島さんの付き人やってんなら、こういうところ連れてきてもらったりしないの？で、いつから西島さんの付き人やってんの？合宿が終わって1ヶ月後って感じか。なるほど、西島さんから誘ってきたわけだ。浅木先生が。ねえ、君はさ、先生の助手はまだやってるんだよね。映画のシナリオとか見せてもらったりするの？そっか。そうだね。おお、久しぶりの遊園地。ごめんね、ちょっと遅くなっちゃって。西島さんとはデートっていうか遊びに行ったりしないの？ちゆきちゃんテンパりすぎ。それなら真っ暗だし、入退場だけ気をつければ大丈夫か。俺も別に女の子と遊園地で遊ぶぐらいバレても面白おかしく話のネタにできるんだけど。でも今はちょっとね。なんでもない。今日の君、なんかいつも以上に可愛いね。もしかして俺とのデートだからおしゃれしてきてくれた？うわ、おしゃれはしたものの恥ずかしくて強がっちゃう感じ。いいね、初めてのデートって感じ。ああ、ダメダメ。俺たち今デート中なんだよ。よそよそしく瀬名さんなんて呼ばれちゃテンション下がっちゃう。だから君も俺のこと名前で呼んでね。ほら、試しに一回。いいね、
距離がぐっと縮まった感じしない？ああ、どうかした？さ、じゃあまずは観覧車乗ろっか。観覧車で夕焼けを見ながら愛を語らう、最高のシチュエーションっしょ。オッケー、そんじゃ早速並び行こう。ほら見てよ、夕焼け空、綺麗じゃない？あれだね、夕方の遊園地って大人のムードあるよね。楽しい？ああ、いや、なんとなく無理して付き合ってくれてんのかなって思ってたから。無理っつうか、勉強のため。なんか時々考え込んでるし。それでも俺は嬉しいけどさ。けどせっかくだから普通に楽しんでほしいじゃん。だから今普通に笑ってくれたなって。名前。ねえ、なんか小腹減らない？俺ポップコーンでも買ってくるからさ、君はここで待っててよ。うん、すぐ戻るから。それは分かってる。遊園地のどこ？分かった。そこから動かないで。
お待たせ。なんかオレンジソーダ味ってのが新しく。うん、なんかあった？うん、そうでもなかったかな。けど面白そうな味がいろいろあってさ。はい、どうぞ。ポップコーンが口で暴れてるって。さすが、ナイス表現。ああ面白い。合宿から思ってたけど、ほんとちゆきちゃんっていいよね。一緒にいて全然飽きない。ねえ、もしよかったらさ、またこうやって付き合ってよ。君といろんなとこ行ったら楽しそう。それ以外に誰がいるわけ？今俺の目の前にいるのは君だけだよ。でしょ？こんないい男に誘われてんだから、ここはイエス一択。うん、次のデートも楽しみだな。行きたいとこ君も考えといてね。ん？なんで？ああ、そっか。うん、あれね。うん、俺は面白かったよ。やっぱ迫力あったし、話も深いけど分かりやすかったし。あ、もしかして脚本家志望としては映画だけじゃなくて舞台の方も気になる感じ？え？オッケー。そんじゃあこうしよう。次の俺たちのデートはあの舞台。思いっきり楽しもうね。いつもは淡々としてるのに、驚くときは本当わかりやすいよね、君って。まあね。けど西島さんすっごい行きたそうだったから、お返ししようと思って俺も別日に2枚取ったので、一緒に行きましょうって誘ったんだけど、これまた見事に振られちゃった。ねえ、このままじゃチケットももったいないし、君も興味あるならぴったりでしょ。
遠慮しなくていいって。俺も君とならまた別の見方できそうだし。しゆきちゃん、わからない。わからないけど迎えに来た。ダメだよ西島さん、彼女は今俺とのデートの真っ最中なんだから。あれ、急に恥ずかしがっちゃって。さっきまで君もいい感じだったでしょ。次のデートの約束までしたんだしさ。あ、ポップコーン口についてるよ。ほら、取ってあげるからじっと。触るな。意外かも。西島さんでもそういう顔するんですね。けどぶっちゃけ、俺と彼女のことは西島さんには関係ないでしょ。つうか俺、ついさっき彼女に付き合う OK もらったばっかなんで、邪魔しないでもらえます？本当。なんかショックだな。舞台も一緒に見に行こうって約束したし、俺的には OK の流れかと思ったのに。彼女のことは諦めて。だからなんでそこまでこだわるのかな。千雪ちゃんと西島さん、ただの俳優とその付き人でしょ。そこまで口出す権利あります？ある。なんで？彼女は僕の婚約者だから。え？は？何それ？本当？本当だよ。だから彼女には手を出さないで。婚約者って？千雪ちゃん、今指輪持ってる？指輪って、何？婚約指輪？それ以外に何かある？僕の立場上、彼女には婚約者だって黙っててもらっただけ。これで納得した？
ほんと西島さんってどんな演技でもうまくやっちゃうね。ちょっと羨ましいくらいだな。何が言いたいの？単純な話、千雪ちゃんと西島さんじゃ恋人とか婚約者とかそういうのになる感じしなくてさ。千雪ちゃんは奥手だし、西島さんもそういうのはガード固いでしょ。なのにここまで束縛してるってなると、なんか彼女を利用しようとしてるとかそっちの方に見えてきちゃうんだよね。やけに絡むね。だって彼女いい子でしょ。もし本当に利用されてるならほっとくわけにいかないでしょ。想像するのは勝手だけど、大体僕が彼女の何を利用しようっていうの？そりゃあま、とある映画のオーディションとかね。それはゲスの勘繰りってやつだよ。何？でもさ、二人が初めて会ったのってあのオーディション初日だよね。そんな短い時間で婚約したわけ？知り合った長さで言えば俺と変わらないじゃん。合宿中二人ともそんなに仲良かった印象もないし。なんかそれやっぱり俺は納得できないけどな。大学って、え？西島さん、大学生やってんの？公表はしてないけどね。それっていつ頃の話なの？もう1年くらい前かな。瀬名さんたちに会うずっと前だよ。1年前ねえ。けどまさか西島さんが大学生で、しかも2人が同じ大学ね。世間は狭いってやつ。けどよく世間にバレないね。
今をときめく西島陸が校内にいたら誰かしら垂れ込みそうな気がするけど。え、何それ、どういうこと？ボロボロ？嘘でしょ、そんな西島陸見たことないよ。やばやばい、見たい見たい見たい。その写真持ってないの？ないし、あったとしても瀬名さんにだけは絶対見せない。うわ、ひどっ。そんな言い方ある？ちょっとした興味でしょ。でもさ、なら千雪ちゃんはどうだったわけ？大学で初めて西島さんに会った時、やっぱり俳優の西島陸だって分からなかった？じゃあ最初は本当に偶然って感じ？でもあの時ぶつからなかったら今こうして一緒にいないし、将来を誓うこともなかったよね。まあ彼女も照れてるし、今の話はちょい本当っぽいかも。にしてもぶつかって出会うなんてなんか少女漫画みたいだよね。本当にそんなことってあるんだ。そりゃそうだよね。けどさ、2人とも学部は違うんでしょ？なら接点ってなかなかなくない？ぶつかった後に親しくなったって、それどういういきさつ？そう、それでその絵の具を落とすのに苦労したって話を人づてに聞いて。僕が使ってる画材は特殊だし、落とすのに苦労するのはよく知ってるしね。でも僕が謝った時の君の顔、今でも思い出すと。ちょっと何それ、なんか今の恋人同士のじゃれ合いって感じだったな。もしかして本当？本当も何も、僕たちはずっとそう言ってるよね、ちゆきちゃん。まあなるほどね。でもまさかそんないきさつがあって1年も前から付き合ってたなんてね。ほんと予想外もいいとこ。ってことはさ、オーディション初日の君、あれも全部隠すための演技だったってことなのかな。あの日の君
見るからに西島さんのことを芸能人だって顔で見てたからおかしくて。けど初めから西島さんと付き合ってたって言うんならさ、あれも演技ってことになるでしょ。今をときめく西島陸と付き合ってて、それは嘘でしょ。決め？あ、いやまあそういうのは俺も立場上わからなくもないけど、いやにしてもというか西島さんもそこは言っときましょう。相手は付き合ってる彼女でしょ。まあそれはそうなんだけど、彼女には俳優としてじゃなくありのままの僕を受け入れてほしくて、だから黙ってたんだ。結果的には驚かせちゃったけどね。でもオーディションで僕を見た時の君のあの表情も僕は好きだよ。じゃあつまりあのびっくり顔は西島さんが俳優だって気づいたからとかそういうやつ？うん、そういうことになるかな。けどさ、ここまで突っ込んじゃった俺が言うのもなんだけど、ぶっちゃけ西島陸に婚約者発覚なんて、もし世間にバレたらそれって相当なスキャンダルじゃない？本当にそんなことになったとしたら、毎日大喜びしたマスコミに追い回されて大学どころか外に出るのも難しくなるなんて、こんなこと言うの脅すみたいで嫌なんだけど、でも言っちゃえば西島さんと付き合うってそういうことだよ。その心の準備、君はできてる？ありがとう、しゆきちゃん。セナさん、今の彼女の言葉は本物でしょ？彼女は世界で一番の僕の味方、僕を丸ごと受け止めてくれたんだ。何それ、見せつけられただけ？ま、二人がそう言うなら俺の心配なんて無用ってことかな。残念。けど二人が恋人通り越して婚約者同士か。ま、最初は驚いたけど、よーく見ると結構お似合いじゃん。二人とも我が道行ってるって感じだし。
名前。名前、さっきから思ってたんだけど、瀬名さんのこと名前で呼んでる。なら今日限定にして。うわ意外、結構独占欲強いんだね西島さんって。悪い。ま、西島さんが君を探しに来た時点で、ぶっちゃけこれは付き人以上の何かがあるんだろうなぁとは思ってたけどね。そうそう、君を迎えに来た時の西島さんのあの顔見たでしょ？心配しすぎの半切れだったじゃん。おー、こわ。さっきも言ったけど、なんで自分がここに来たのかはわからないけど、迎えに来たのは正解だったよ。悪い虫にくっつかれてた。ちょっと待ってよ西島さん、そんな言い方されたら俺だってさすがに傷ついちゃうよ。だいたい彼女が俺に気があるって言い出したのは西島さん本人じゃん。あの時はああいうのが手っ取り早いと思ったからね。はあ、で今は後悔してるんですね。悪い。いいや、恋人同士ってそういうもんだしね。雨降って地固まる的な。にしても君、天下の西島さんにこんな顔させるなんて、やっぱさすがだね。本当はさ、ずるいなって思ってたわけ。だってさ、西島さんはめちゃくちゃ芝居もうまいし、花もあってオーディションでもずば抜けてたじゃん。どう考えたって選ばれるでしょ。それはなのに、久しぶりに会ったら何？ちゆきちゃんを付き人に？何それ。今回の脚本書いてる浅木先生のお弟子さんだよ。一体どんな手を使ってそんなに食い込んだわけってね。わかってるよ、だから余計悔しいんじゃん。実力だけで十分合格圏内なのに、他のものも全部持ってっちゃうんだって。僕は瀬名さんが輝いて見えることがあった。え？オーディションで演技をしているとき、すごく楽しそうで生き生きしてた。ああ、本当に好きなんだなって思ったよ。西島さん、じゃあお前なら大丈夫だよユキトって言って。それは無理。じゃあ
そんじゃ、今日はもう十分楽しんだし、お邪魔虫はこれにて退散いたします。あとは二人で存分にイチャついてよ。うん、そうする。ほんと二人とも飽きないな。そんじゃまた。でも今回のオーディションに限らず、この世界にはよくあることだよ。不平等な世界でどれだけのことができるか、結局は自分次第なんだろうね。抜けてきた。というか、行かなかった。途中まではついていったんだけど、急に瀬名さんと笑ってる君の顔が浮かんできて、そしたら妙に落ち着かなくなって、気づいたらここにいた。それとりたくて。舞台のチケット、勝手に苛立ってひどい言い方した。だけどやっぱり、やっぱり僕は千雪ちゃんと行きたい。婚約者役とか関係なく、僕は千雪ちゃんと一緒に見たい。
感動した。うん、僕も来れてよかった。うん、それに舞台のあの作り見た？一つ一つが物語の状況を考えて作られてた。場面転換も飽きない工夫がされてたし。うん、すごくいい舞台だった。そう？見覚えのある茶封筒だけど。別にいいのに。受け取ってもらわないと困る。ほんと、君って面白い子だよね。うん、わかった。ああ、ごめん。ちょっと父に言われたことを思い出してた。うん、あの人は露出度の低い舞台をテレビや映画より下に見てるから、よく「所詮は舞台」って言ってる。だからチケットの話になった時、そのことを思い出して過剰反応した。君の言ってることは、父の言ってる意味とは全く違うことも分かってたはずなのに。頼れる家族がいない君にとって、お金がどれだけ大事なものかも理解してたつもりだった。それなのに、ひどい言い方してごめん。うん、一つ一つ舞台上の状況とか登場人物の感情を考えて丁寧に作られてる。でもまだまだ技術不足だから。それに海外でも勉強したいと思ってるし。そう。日本と海外の技術両方持ってたら、それはすごい強みだし、そしたらその分観客を驚かせられるすごいものが作れるし。
自分も絶対楽しいしね。うん、いい刺激をもらったからね。明日は集中して作業するつもり。それはどうかな。なら、来れば。そんなに心配なら、お弁当でも作ってきたらいいのに。ならないよ。君の料理、美味しいし。僕が好きなのは、バナナと牛乳だよ。わかった。楽しみにしてる。ああ。ありがとう。そういえば、すごくお腹が空いてる気がする。うん、そこそこ。ちょっと作りたいものができて、今は設計図書いてるとこだけど、一人だといろいろ難しいから、同じ学部の子に協力お願いしてみた。うん、でもそれだけじゃないけど。まあね、一緒に行った人がいろんな感想を聞かせてくれたから、それでインスピレーションが湧いた。うん、おいしい。君、本当に僕の好きなもの知ってるんだ。僕が面倒くさがりってこともちゃんと頭に入ってる。うん、これなら今日は倒れずに済むかも。いつも心配してるの？ならずっとそこにいてよ。なんてね、冗談。思ったより作業も進んだし、これ食べたら僕も今日は帰る。いや、いいよ。今の僕は大学生だし、あんまり贅沢すると怒られそう。君、
うん、思ってる。ちょっと入って。決まった。何言ってるの、牧野監督の映画に決まってるでしょ。本当だよ、さっき事務所に連絡が来たって。なんだか本人より喜んでるんだけど。気を使ってる。嬉しいよ。嬉しい。素直に嬉しいと思ってる。いつもだったら、ああまたかって思ってたかもしれないけど、なんだか普通に楽しみなんだ。本当にこれで最後になるかもしれないけど、この作品で良かったって思える仕事をしたい。あ、でも表向きには内緒だから、11月の正式発表までは内緒でお願いします。本当に？君ってすぐ顔に出るからな。そういえば君、父のことを知りたがってたよね。なら、空いてる日教えてくれれば、会えるようセッティングするから。都合のいい日、教えてくれる？うん。だけど、もし君が。あ、いたぞ！こっちだ、こっち！やった！まだ一緒にいますね。
週刊文集です。西島さん、今そちらの方と一緒に大学から出てこられましたよね。こんな夜まで一緒にいるなんて、どういったご関係ですか？恋人関係にあるんでしょうか？彼女は一般人です。写真は撮らないでいただけますか？もちろん顔は隠します。でも私たちも仕事なので、目の前に事実があれば記事にしないといけないんです。そうなんですよ。だから見逃したくても見逃せない。ならば正直に教えていただきたいんです。西島さん、彼女とのご関係は一体どういったものですか？わかりました。彼女との関係を正直にお答えします。ここにいる僕と彼女の関係は、ご期待に添えず申し訳ありませんが、彼女と僕は仕事を通じて知り合ったただの友人です。たまたま同じ大学だったので、仕事の話も含め話はよくしますが、皆さんが期待するような関係ではありません。いえ、ですがね。やめてください。僕と噂になんかなったら、一般人である彼女の方が迷惑でしょ。ではつまり、彼女に対して一切の恋愛感情はないとおっしゃるんですか？はい、彼女に恋愛感情は断じてありません。それじゃあ、あとは事務所を通してください。失礼します。行きましょう。しゆきちゃん、大丈夫？ごめん、驚いたよね。もっと警戒しとくべきだった。あそこまで突っ込めるってことは、あの人たち相当張り込んでたと思う。それは、瀬名さんはああいう感じだけど、人のプライベートをむやみに吹聴して回るような人間じゃないことは、合宿を共にして分かってたし、
あの記者たち相手にあの嘘はさすがに大事になりすぎるでしょう。それに何より君に迷惑がかかる。大丈夫、君に迷惑はかけないよ。ちゃんと友人として守るから安心して。千雪ちゃん？